さあ忙しいですね。今度はですね MT25、ちょっとだけ分解されてますけど丸目計画ということで、これは1本目の動画でしたっけ。はい、そうですね、 MT25 を丸目化する計画を考えていたのですよ。問い合わせがすごく多かったから、ただこの辺がほらぐしゃぐしゃになるじゃないですか、とかこっからライトステイ生やすとか嫌じゃないですか、なんかということで、パーツを作ってました。もう作ってます最近は。でとりあえず試作品、これまだ本当に形だけですよ、角とかも丸めてないし、ただ試作品で1個作ってみました。これがハマってくれるようだったらこれをベースにちゃんと製品化できるものをきちんとやればこの辺が綺麗に丸め化できるという作戦です。どうですかこれ、つけてみないとはい、なんだこれって感じですね。はい、というわけで今日はこれをくっつけていく、やってみましょう。はい、まずはヘッドライトを分解します。はい、つってもこれ簡単なんですけどね、もう寸法を測るために一回外してあるんで、そのままつなげてないので簡単ですね。まあボルトを外して、 MT も丸め似合いますからね。ただ新型の MT に関しては丸め化はあまりやられていないご様子ですね、積極的には。よいしょ、まあこんな感じです。私の採寸が確かならばこれがペッてくっついちゃうはずなんですよね。こうやってペッていけそうですね。ちょっと盛り上がってきましたね。ここを外して、大体失敗しますか。そうっすね、特に一発目は。俺なんで、俺測ったはずなのにこの前なんか60ミリぐらいずれてましたからね。もう測ったとは言えない、目方でやってももうちょっと当たるだろうっていうね感じでしたけど、ちょっとここを取ります。もういらないんでねこれはね、取ってまあ保温ぐらいはつけますけど、はい、こういう感じにして、さあこのパーツの出番ですよ。はい、ここにですね代わりにつけていくと、お早速問題発生ですね。大した問題じゃないんですけど頭当たりますね、この純正ボルトだと。ここちょっとちっちゃいボルトつけた方が、あ、上と下ひっくり返せばいいか。じゃあこっちをこっちにということで、はい、上下逆転してみましょうか。こういう感じで、さあというわけではめてみたんですけど、なんかぴったりですね、位置関係が。今回めっちゃ完璧ですね。ボルトだけ逆にしたんですね。ボルトだけひっくり返しました。この頭がちょっと当たったんだ、ここに。ガチガチです。もうガチですよ、だって、はい、丈夫に作ってますから。だからこれほら、ここの距離もね悪くないですよ今のところ。ここの距離がちょっと意外とねかっこよさに影響するんですよ。ここの距離がなんか離れてるとなんかダサいんですよね。だここまで来たら今度はじゃあライトつけてみましょうか。はい、はい、ちょっとですねワンミス発覚ですね。これここ結構距離出したんですよ今回、いろんな理由で。ところがすっかり忘れてたんですけど、こいつこっから角度ついてんじゃんっていうね。だからちょっとねこれをだから近づけることに意識を集中しすぎてここを忘れてましたね。もちろんここにカラー挟めばいいだけなんですけど、ここにねそれいいだけなんですけど、どうしようかなって感じですね。ちょっと今どんどん組んでってますけど、やっぱ難しいですね。こんなとこ思いつかねえよって感じですね。忘れちゃってる感じなんで、ただできればやっぱり綺麗にまとめたいっていう、しつこいですけど思いだけはあるので。あとライトつくのかこれっていう、ちょっと今心配な気持ちになりましたね。さあ、はい、運命の瞬間ですよ。あ、つきますね、大丈夫ですね、大丈夫そうだ。で、むしろ幅広いな、なんでだ。あ、そっか、ここか。だからここの計算ミスがここにも響いてますね。ミスってますね今回も。ここがほら当たっちゃうから、
ここがちゃんとくっつけば、これがもっと内側に来るんで、っていうところでちゃんと計算ミスしてますね。うん。ただとりあえずくっつきましたね。だからここはもう直さないと無理なんでしょうね。はい、直さないと無理ですね。下もはまったんですか。いや下もね、あんまり良くないですね位置が。これもうちょっとずれましたね予想より。だからここと、まあ、ここ下はね結構ね、まあ、どうでもいいって言ったらすごい乱暴なんですけど、ここは別にどうってことないんですよ。ただ上側のここがちょっと痛いですね、ずれたのが。であとはちょっと待ってくださいね、離れてみたときに、あーでもどうかな、もうちょっとやっぱ引っ込めたいっすよねライトをね。だからただそれ言い出すと結構大変なんですよ、この位置が基準なんで。結構ね大変ですねそれ言い出すと。いやー引っ込めたいですけどね。いやーでもキリがないですけどね。キリがないけど引っ込めたいですね。これ前の R25 の時にあったカバーみたいなプラスチックみたいなのはつかないんですか。それはつかないですね。それはつけない。今回はあのこのメーターの後ろはつけることもできるって感じですかね。あの部屋の、はい、ただいるかなって感じもして、あった方がいいですけど、まあ、これねこれはちょっとあれじゃないですか、このさすがに。いやだからこれがもっと内側だったらここ気にならないですよ多分。もうちょっとね。なのでちょっとあれですね、やっぱりいくつか問題をはらみましたね。こっちの方が気になる。そこね、そこは多分配線を今これここにぐちゃぐちゃっとまとめてるんですけど、こっから真下に入るようにしてあげて、こういう風に。でこれもいないんで本来はここにはいなくて、これ真下に入れてあげてこんな感じ でこれもいらないんでここには撤去してしまえば、そしたらあのもうちょっとマシですね。でもやっぱライトもっと上でこっちですね、はい、ということで失敗ってことでいい。失敗、はい、前進じゃないですか。まあ前進ですね。次のテーマはライトをもっと後ろに下げるというところということで、この辺でお別れということでよろしいですか。大変だな。いやもうキリないわこれは。キリがないこの手のやつは。でもこの状態まで来たらここを採寸してあのバックさせればいいだけなんで、どうしてもねこっちのこういうパーツでなんとかしたいんですよね。だからもうちょっと引っ込めて、でも結構引っ込めないとかっこ悪いぞ。ちょっとやってみましょうか、ね、理想の位置を。これほらもっと最初からそんなの分かるようなもんだけどってなるじゃないですか。分かんないんですよ高卒だから。分かりますか。で皆さんはねもっと最初からうまくいくんでしょうけど、もっと行きたいな。どうだろう。でも最低こんな感じですよね。高く感じますね。じゃあこの辺、うん、この辺か、うん、あーじゃあ15ミリバックって感じですね今より。ここはおかしくないですか、うん、おかしくないと思いますけどね。なるほど。さあいかがだったでしょうか。はい、まあうまいこといかないもんですよ。こういうのを繰り返してですね、まあだんだん製品になっていくんですけど、今回はですねまあ一発目なのでだいぶ失敗したという感じですね。はい、ただこれもですねちょっと製品として作り変えて試作してまたお見せしできる形に持ってきたいと思いますんで、感想としては今回はですね30点ですね。本当に失敗したなって感じですね。もうちょっとしっくりくるイメージだったんですけどね、はあ、ね、難しいですね。難しいですね。やってみないとってことですね。やってみると違うんですよね。こうだっただったって出てくるんで、まあでもバチッと似合うのにしたいじゃないですか気分としては。ということで、はい、今日は残念ながらこの辺でお別れになるんですけど、また次回やっていきたいと思いますんで、それまで皆さんごきげんようということで、はい、また次の動画でお会いしましょう。すいません今日も失敗動画をお見せして、はい、包み隠さず公表するということで、はい、
まあ部品の値段が高いのは多分いろんなメーカーの部品の値段みんな高いじゃないですか。こういうのをみんなやってるってことですよね。はい、というわけで今日はこの辺でお別れになります。また次のところでお会いしましょう。さよなら。